どうもグリズンです。それでは今回もノバが行かれた原因はガーディアンズオブギャラクシーをやっていきたいと思います。例の儀式で連中から何か吸い上げてただろう。毒なら一緒に吸い出されねえか。なるほど、はい。ということでちょっとわかりますか、格好が違うの。はい、実はですね、全員揃いました。コスチューム、映画の時のロケットもクイールも、実はですね、もう一度最初からやり直して、でまあそのピーターのねコスチューム、映画の時のコスチューム、どこにあったかっていうと、ノーウェアにあったんですよね。ちょうど今いる場所の前ですね、前の、町に、もしかしたらですけど、もう一回ね行けるかもしれないんですけど、この後でもちょっとそれが分からなかったので、もう一度最初からやり直して、でゲットしました。あとロケットの、はい、コスチュームもね、前のステージにあったので。そう、そういえばね、全然関係ないんですけど、ピーター・クイール別名スターロードって書いてあるじゃないですか。実は僕も別名があるんですよね、これ本当に。あのちゃんとね、免許証にもなんとかなんとかかっこなんとかなんとかっていうね風に書かれてるんです。まあ、その海外で生まれたこともあって、僕の免許証とかはね、まあやりながら行きましょうか。もう喋れるか分かんないけど、みんなすごいベラベラ喋るからね。こっちか。隊長どもからジェットパック盗めりゃよかったのにな。ここで飛べたってあんまり意味ないんじゃない。僕にミドルネームが、ね、よし、分かった。向こう側のあるので、来ると橋をかけてもらっていいか。そういうこともあって、最初免許証は、ローマ字で書かれてるんですよね、僕のフルネームは。で、カッコ漢字で書かれてるんですよ、ね、ミドルネームがない名前。ダメだぞロケット。まあ、それはね、免許作るときに頼んでそういう風にしてもらったんですよね。最高艦艇艦のオンボロ戦じゃねえか。なんでもいいよ。そういえばレイカは私たちと同じような理由で捕まったんだっけ。同じじゃねえだろ。あいつは封鎖区域を漁ってたから捕まった、同じだと思うけど。ニッキーのこと。ニッキー、我らとは目当てのものが違った。レイカはいい、今はニッキーを探す方が先決だ。お前にとっちゃな、俺としては自分の身を守るのが第一だぜ。犬の要望はコレル隊長を探すことだ。こっちも行けるね、まあ、マルチタスクってやつだ。こっちも行けるよね、これ。犬に次ぐ振動が続いている。あ、違うか、あれ電気ビリビリ流して開くやつじゃないのか。あ、違うか、こっちか。お前と小娘はこんなところまで落ちたのか、ピータークイル。落ちたんじゃない、飛び降りたんだ、ヒーローっぽく。センチュリオンってのはつまりノバのエリートだろ。そうだね。なんで？さらに手強いやつはもういねえってことだな。これ飛ぶのか。で、前回はどうやってここを通ったの？あの時は特に障害物はなかったかな。ガモラ。火がすごかった。さっさとファイターで探してくれ。え？あ、これ向こうまで飛べるのかと思ったけど、あれだね。もう一回頼む、グルート。コレルとニキを探しに行こう。そう、さっきの続きですけど、その例えばですね、なんかポイントカード作るとか、レンタルショップのカード作るとか、そういう簡単なねものを作るのに、僕の免許証が全部ね、ローマ字だと普通に漢字で書けなくなっちゃう。ピーターのことを考えて、あれ免許証と違いますけどってことになっちゃうじゃないですか。別に、ニキはものすごく賢い子だし、モレルは立派な選手だ。ただそういうふうにね、
どんな状況だろうと二人にかける。何枚生きだぜ。そういう風に変えることによって、短く書くことができる。あれ？なロケット下から来たの？すごいビリビリだけど。気をつけろ。ああ下に行くんだ。前よりもかなりバチバチしてる。ガキがどっかで仰向けに浮いてないか気をチェックな。ロケット。最悪の事態は考えとくべきだろう。行くのはこっちなのかな。あ、なんかあるぞ。もうちょい時間がありゃ、いろいろノバの技術を見れるんだから。これは何？うまくいきゃミラノもアップグレードできるぜ。私的にはさっきのバッテリーみたいなやつが気になる。違う。こっちだ。あれは俺にもよくわかる。これならいける。で、これはガモーラかなこれ。どうだガモーラ。これならいいだろう。うん、問題ない。ナイス。うん。ニッキーやコレルの声は感じない。まあ、いい知らせってことで。あ、これで揃いましたね、ノバの格好も。これで全員ノバ警察の格好ができます。ね、次回それやってみようか。カタスの文化で気になってることがあるんだけど。逆転を探ろうという魂胆か。親睦を深めたかったけど。おっと危ない。大丈夫？グルートがそろそろ脱出計画を立てろってさ。事の真相を解明してコスモに報告してからだよ。珍しくビビってますね。お前に必要なだろう。犬に次ぐ新しい報告はない。それさ、スライドでも作ってワンコーにプレゼンすんのか。発見したことを口頭で残しているだけだ。視覚的な補助は任せる。そりゃどうも。うん、いいんだよね。別にこれ以上何もないよね。これロボットのデータを探ってみたら何があったか分かるかな。すいません。それはどれくらいかかる？セキュリティにもよるけど 1,2 ローテーションってどうかな。悪いけどそんなに待ってられないね。ここ行けたのに前行けなくなってる。なあお前、ニッキー見なかったか？おいおい、何してんだ？頭大丈夫ピーター？あれニッキーのロボットなんだ。名前をつけて世話とかしてたらしい。手入れされているようには見えないな。これロケットを直せないのかな。ダメか。じゃあ行きましょう。ここはそう安全でもなさそうだぞ。撃たれるよりはマシかな。俺は違うがな。撃たれる方がいいってのか。他人も同然のガキを探すよりドンパチやってた方がそりゃ楽しいだろう。リーダーにとっては大切なことだ。我らもそれに付き合おう。私はこの…なあ、止めはしねえよ。気をつけろピタク。ガスだ。こないだは緑色のガスなんて出てなかったんだけどな。見るからに危ない色だね。危なくてしょうがないな。このパイプを、あれみんな来たな。元に戻す方法があるはずだ。だといいな。俺はあん中突っ込んでくのはごめんだぜ。魔法の氷の武器を使うのはどうだ。それとも死のガスに包まれるのを待つのか、ピータークイル。あれ使えるんだ。最高だ。ほら、カチコチだ。あ、なるほどね。はいはい、楽しそうで何よりだね。だけどちょっと待ってね。こっちも行ってみようか。多分何もないか。 あった。哀れなコントラッキア。あ、だいぶ溜まってきましたね。またか。もしかしてニッキーとコレルが身を守るために用意した罠とか。それかこうだ。二人はもう死んでるかも。なんてこと言いやがる。ふざけるのも大概にしろ。さすがに限界だ。誰かスター道路に伝えろ。さっきの謝罪やっぱ拒否って。ピリピリしているな。
すごいなこれ。二人ともいい加減にしてほしいんだけど。同感だ。和解するか命をかけて決闘しろ。おい、足引っ張ってんのは俺じゃねえだろうが。なあロケット、確かに俺は優等生じゃない。でもそれはみんなもだろ。みんなダメな奴らだからこうして出会ったんだ。俺はダメではない。まあ要するに俺はこのチームが大事だ。でも今は危ない目に遭ってる人が優先。ニッキーはまだ子供なんだ。お前がダメなやつだと自覚あるならいいさ。当たり前だろ。ん？これどうやって？ちょっと待って、なんて書いてある？この船は驚くべき技術の結晶だ。大したことねえよ。俺らにノバの予算がありゃ、ミラノはこんな船余裕でぶっちぎる。やっぱりよくわからない。何をだよ。あんたもピーターも本当あの船が好きだよね。うん。おお、なんだ。何？何の音？別の場所から何かをするのか。こっちは何もない。絶対違う。それを調べてるんだ。なんかありますね。あ、ガモーラか。いっちょ頼む、ガモーラ。いいよ。本当にこっちで合ってるの？いいからとにかく探すんだ。ねえピーター、もしニッキーと来れるがもう。それはない。心の準備だけはしておいて。それはないって。これ降りたらもう戻れないやつだよね。あの巨大バキューム、コントラクシアに一体何をしてるんだろう。よくとじゃ声が大丈夫これ。声が途切れ途切れだけど。敵の気配がしなくてよかった。不幸中の幸いだね。犬に次ぐ。敵は船の下部には手をつけていないよ。ニッキーの隠れ家はすぐそこだ。艦長室に行くんじゃなかったのか。行くさ。ここを確認してからな。あそこか。何も壊すんじゃないぞ。あの子の大切な場所だ。うわすごいね。これ全部ニッキーが描いたの？活かしてるだろ。ニッキー。あ、こんな色合いだったんですね。そんなんじゃ怖がって出てこないでしょ。ピーターだ。海賊のな。前照明が赤だったから。ニッキー。分かんなかったけど。殺すつもりはないぞ。あの部屋に入らないとな。あ、なんか入っちゃダメとか言われた部屋ですよね。よし、この奥から入れそうだ。子供よ、遊びは終わりだ。電撃流してみれば。おお、それは確かにいいアイデアだな。お前って女の子ぐらい小さいよな。あそこ入れるか。もっぺん行ってみな。ピーター、頼み方。なあ、ニッキーが心配なんだよ。わかるだろ。怪我してるんじゃないかとか、あと怖がってないかとか、あの子がいないかどうか。あ、言ってくれた。見に行ってくれないか。やりゃできるじゃねえか。ガキはいねえぞ。朝食を抜かれた片筋よりやかましいな。そろそろ何か。気をつけた方がいい。俺の知る限り、子供はおもちゃに罠を仕掛ける。ニッキーのじゃない、俺のだ。何、いろいろ持ってく感じ？だったら私は。違う、本当に俺が昔持ってたものなんだ。なあ、クイル、こいつを見ろよ。ずいぶん好かれてるな。なんであんたのおもちゃを？付き合ってた頃、コレルにあげたんだ、記念にと思って。大した意味はない。じゃあ、こいつはどうだ？小娘はいくつだ？12歳。はあ、
めでたいな、ピーター・クイル。ろくでもない父親だ。娘がすでに死んでいたら関係ないが。おい、待て。だからここに来たのか？そうだろう。娘は12歳。クイルが娘の母親といたのも12年前だ。どうしよう。知らなかったの？知ってて黙ってたんじゃなくて？この黙りようだ。知らなかったろう。俺もオベットロに。そんなの証明になるか？計算が合うってだけだ。それだけじゃわからないだろう。ヒントにはなる。コレルはその時排卵していたか？知るかよ。生きるだけで必死だった。今大事なのはコレルとニッキーの安否だ。ここにはいないわけだし、さっさと先に進もう。ドラッグス面白いな、本当。まあでもね、本当にまだわかんないですからね。あ、なんだ。あの子がこんなに機械に詳しかったなんて信じられない。あの子が作ったのか。ここにいねえのは分かったろ。すごいじゃん。多分気持ちの整理をしてるんじゃないかな。ニッキーはスクラル人が好きじゃなかったっぽい。スクラルどもが好きなやつなんていねえよ。確かに。スクラールってさ、あれ、いけないのか、向こう。もっとアップで見たいんだけど。犬に次ぐ行方不明の子供は非常に想像力がある。あの戦争の絵出てきましたよね、映画でもね。確か暗く不安をかきたて。穴が開くほど見たって何も変わんねえぞ。こんなの何の意味もないって。混乱した子供のただの願望ってやつさ。混乱した子供の願望？自分の娘をそんな風に言うな。もしかしてこの男が父親なんじゃ。お前よりさらに気に食わない面してる。この人は。それは告発者ロナンだと思う。そう、ロナン。確かに。俺が言いたいのは、父親候補は他にもいるってことさ。このロナンってやつの可能性もあるだろう。まあなんでね、今ガモーラがすぐ分かったかっていうと、ガモーラはサノスの娘で、このような隠れ家は持っていなかったんだ。あいつから隠れられる場所なんてなかった。時には心が隠れ家となる。本当にそうだね。すごい深いこと言うね。そうす、このロナンってやつはサノスの部下だったんですよね。で、一応映画ではね、ラスボスになります、ワンの。あ、おお、ガキにしちゃ悪くねえ作業台だ。きっとニッキーなら使っていいって言うさ。頼めるか、ロケット。ガキが文句垂れてきたって使ってやるぜ。かっこいいぜ。ロケットはあれなんですね、こういう作業をするときにそのゴーグルをするんですね。いつ下ろすんだろうな。他にどれだけの星がこんな目に遭ってるんだろうな。考えただけで。これつけようかな。あと少しと。これもできた。よし、持ってけ泥棒。それで何の話だっけ。父親になったことを祝っていた。こんな風にニッキーのものを漁るの良くないんじゃない。あれが本当に彼なの？正直全然想像と違う。これっていいこと？それとも悪いこと？これはこの大人とは違う。そのちょっとだけでも頭の悪い大きな子供みたい。これクイールのこと言ってんのかな。あー、そうっぽいですね。ピーター・クイルは父親だ。娘の私生活を把握する義務がある。コレルのオフィスには左のパイプを通って行けるはずだ。だな、隙間があるし内側に缶抜きとかがあるかも。任せとけ、スターパパ。スターパパ。それはいい。おい、みんな、めっちゃウケてる。二人の安否はまだ分かってないんだ。俺を緩めないでくれよ。あ、なんか開けてくれた。俺はお前を笑いながらでも心配できるぞ、ピーター・クイル。正直言うと、あのガキの腕は大したもんだぜ、クイル。ターミナルを非常用動力につなぐとかよ。言っただろ、頭のいい子だって。ピーター・クイルが父親ではないのかもしれん。同意だぜ。ピーターのガキにしちゃ切れ者すぎる。何もかも母親から受け継いだんじゃない？うん。父の愚かさも少しは受け継ぐはずだが。もし
俺に子供がいたら男でも女でも頭が良くてめちゃめちゃクールだろうな。つまりニッキーみたいに。あ、そうだな。まあ、うん。こりゃやっぱ全部母親の遺伝だな。さ、ザンダーワールドマインド。うん、これ先行けるのか。前ここでお母さんと会いましたよね。発見が遅れりゃその分二人が無事だって振りができるんだ。あ、もっと先か。あれ、コレルとニッキーと一緒に乗ったエレベーターだ。二人がこっちに降りてくるところだったらついてるんだが。私たちがついてたことなんてある。誰かに道聞いた方が早いんじゃねえか。私はコレルと、俺だってお願いぐらいできる。この青足敵が来た。お前の彼女かと思ったのによ。明らかにありえんだ。俺、このエレベーターがかなり危険になってきたんだけど。終わりだ。切り裂け、ガボーラ。目覚めた父の力を解き放て、いたせる。俺は昔も今も最強だ。何も変わっていない。死ぬ。これで死ぬ。もう一度と嫌な予感がする。二人のことは一遍忘れろ。俺たちもヤバいぞ。倒れてろ。その場に警察。こっちの方がいいな。なんだっけ、こっち。おやすみ。いい夢見ろよ。みんな平気か。怪我はない。なんだよ、早くもパパの練習してんのか。大丈夫、私ら結構強いんだよ。そうか、だけど二人は無事だよ。心配いらない。コレルのオフィスってこの上にあるんだっけ。ああ、とにかく上に行こう。これさ、行ったらどうなるの。あ、ちょっと待って、これもう戻れないんじゃない。犬に次ぐ、我らは迷子になった。迷子なんかじゃない。あー、戻れない、なんてこった。行ってないとこもあるのに。あー、そう。まあ2周目だな。次のフロアがコレルのオフィスだ。取ってないアイテムとかね、あるだろうから。おい、正直に言えよクイル。今ビビってんだろ。自分が急にパパだと分かって参っちまったか。父親の責任を理解するのに何年もかかる者もいる。何があろうと俺は変わらないからな。冷蔵庫並みにクールだ。今まで見てきた冷蔵庫全部ガタガタだったって。なんかぐちゃぐちゃですね。もうやべえ、有様だな。争いの後だ。分かってら、俺がそう言ったろ。俺は自分の言い方で言っただけだ。不安になってきたピーター。戦闘があったっぽいけど誰が勝ったかまでは分からないだろ。察しはつくな。みんな向こう向かってるから向こうだろうね。じゃあこっち行ってみよう。とりあえずこの辺なのは確かなんだが、前はこんなにごちゃごちゃしてなかった。迷った時は死の匂いを。こういうところどうやって壊すんだっけ。思い出した。形では新しい地になったものを色川に。形地じゃなくてよかったこと言った。違う。ああ、アイテムがありますね。どうすんだっけ。なんか前もね、これドラックス、ドラックスかな。わかるよな。下がっていろ。わかるよなって。あ、来てくれた。ナイス。ねえ、気づいちゃったんだけど、ニッキーって機械尻が得意だよね。船のことにも詳しい。狭いところにも入れるし。おい、最後まで言わなくていいぞ。おまけにピーターと仲良しみたいだね。
死んだガキが俺の代わりってか。うん、違うか。おーい、わあ、なんだこれ。コネル、すごいいろいろ書かれてる。空っぽだね。気配もないな。隠れてるのかも。壁のおかしな文字は以前からあったのか。一丁コンピューターに侵入すっか。犯罪歴消せたりしねえかな。ポケット、冗談だよ。ログにアクセスしてみる。何があったか知りてえだろ。俺たちは手分けして見て回ろう。手がかりがあるかもしれない。これはフリー語だね。うん、お母さんは何でも知ってる。だってニッキーが書いたの。じゃ戻る希望。どうだ、入れたか。セキュリティが頑丈でな、時間がいる。わかった、よろしくな。ニッキー、間違いなく争いの後だな。ああ、こいつはまずいな。ああ、いい匂いだ。いい匂い。この草のことかな。あ、喋れる。今本気で食い物に夢中になってたろう。頭を使うと腹が減る。おい、俺の分も取っとけよ。ロケット。ガモーラ、なんか見つけたかい。あ、なんかあるぞ。なんだこれ、脅迫文か。クリー純血法に基づき、クリー評議会はニッキーの血筋の証明を求める。クリー純血法って。コレルに聞いてない？クリー人は厳格な純血主義なんだよ。ああ、こいつはまずいな。自分が違う、ニッキーにとってだ。まさか全部クリー人の仕業か。純血評議会は密室会議じゃない。誰かを罰するときは公明盛大にやる。親子で吊るし上げられていたはずだ。ひどい話だ。怖いくらいあんたに似てる。俺の面影なんかどこにもないぞ。青いし、それに本当に俺の子ならコレルが言うだろう。娘を守るためだ。クリーの純血法ではお前との交尾は極刑に値する。ああ、そうなんだ。じゃあ、コレルがこんなこといけないって言ったのは言葉通りの意味だ。あ、グルート、髪を染めるやつかな。クリージンが髪を染めるのって普通か。何か隠してたのかも。これ染めるやつなんだ。じゃあニッキーは本当は違うってこと。なあ、髪の色。これクリージンも漫画読むんだ。意外だな。クリー評議会は娯楽の承認に厳しいと聞く。ってことはすごい貴重品なんじゃないか。貴重品いくらだ。反応した、ロケット。ニッキーの ID だ。ん、なんかこれおかしなところでもあった。わからない、どこかいじってあるのか自信ないけど。小娘の生年月日はわかるか。一般的なクリー人の妊娠期間と比べてみろ。そんなもん知るかよ。よっしゃ、入れた。でも残念なお知らせがある。何がわかった。こっちに出るからこっちに来い。 OK、 行きましょう。こっちはいけないよね。よし、すごい、なんかコントローラーに振動が来るんだけど。何の振動だ。どうした。で、何があった。何も。艦長ってのは西をつけるもんだ。あんたはつけてる。だからそいつが消えてんだ、丸ごと。ワールドマインドがわざわざ消したのかって思うほどにな。電源を切ってつけ直してみたか。バックアップは？ノバの船ってメインサーバーみたいなものがあるんじゃなかった。ネクサスのメインフレームのことか。システムのどっかにゴーストがありゃあそこに。俺は断固拒否するぞ。本物の幽霊じゃなくてデータの話だ。だよな。だよ。でもネクサスに直にアクセスしなきゃだ。ブリッジに行かねえと。何があったか分かるまで帰らないぞ。いざ敵の本陣へ。お、船のマップによると
ブリッジはこの先だ。オッケー。ピーター、ブリッジに行くんだよね。消えたログを探すんでしょ。ああ、分かってる。見落としがないかと思ってさ。何も喋ってくれないな。ちょっとタイミングが悪かったか拾った。あ、そんなことはない。管理の才能。いや、ああ、なるほどね。じゃあ帰ってから。うわ、すごいね。長い。で、戻れないと。え？番号に次ぐ。またあれだ。例の司祭じゃねえか。やっぱりだ。教会が裏で糸を引いてたから。今すぐ犬に。ああまずい。これはまずいぞ。うるせえ。知るかごめんな。止まって。は食らうね、普通に。このまま暴れてろ。アクティークの手にタフだな。一緒に攻撃しよう。チームは鍛えないと。よし。これじゃ私たち素人みたいだよ。攻撃が通らない。確かに若き頃の初陣のように思えてくる。こんな調子じゃ私たちもここまでだよ。こっちでしょ。おいおい、これが初めての戦いじゃないだろう。もちろん最後でもない。多くの墓を埋めてきたな。こんなのを何千と相手にして、その度に思い知らせてきただろう。ガーディアンズは止められない。ウルタスにはまだ待ってもらおう。よし、行こう。ああ、いいね、この曲。いや、見たことない。グルート、グルート、破壊しきる。楽しませてもらうよ。こいつらには洗脳する力があるんですよ。まだわからないことだらけだ。エクサスに行かないと。あれ、ちょっと回復しない。悪いけど、レイカーの教会が急に魅力的に思えてきたぜ。僕に魅力的とは思うの。よし、クルト、縛ってくれ。私の髪、わけがわからないでしょ。髪を教えてやる。お、来た。あ、ダメだった。船の一番大事な部分を考えてる奴がいるわけだ。そのようだね。おそらく支援センターも。やめて。あ、こいつはできないんだね、スキャンは。枝の力を見せてくれ、ガモラ。キリオと妖怪が絡んでる。絶対一致だな。お、どうした。犬に伝えなければ。ロボット司祭ね。私はクルート。ワンコ応答しねえってよ。出るまで頼む。俺たちは手分けして出口を探そう。マジ？ここってサーバールームだよね。つまりデータの保存場所と。ロケット直接頭にぶっ刺すもんじゃねえぞ。サーバーっつっても端末がないと覗けねえ。ブリッジはあの通路の反対側だよな。向こうに渡ってそれから上に行けってことか。これ怪しいね。渡る。バイザー使ったらピーター。壊したんじゃねえ。壊してなんかない。あ、これか。あ、違う。これでよし。よくやったな、ピーター・クイル。
私のグルート。ワンコが出ねえ理由なんか知らねえよ。連絡し続けろ。でもさ、ちょっとここも怪しいんだよね。あれ、これなんだろうな。犬に次ぐ新たな強敵は撃退したが、未だ幽霊の気配はない。そのゴーストじゃないんだってば。システム内のゴースト、データの残骸だよ。もういいだろう、お化けがいるって思わせとけ。あ、やばいやばい、大丈夫か。ドラックス幽霊ダメなんだね。可愛いとこあります。そうかい。で、俺の見たマップが正しけりゃネクサスはこの真上のはずだ。ネズミをもう一度パネルに向かって投げるか。いろよ。おいおい。わかった、使えるもんがないか探してみる。なんかありますね。あのロボット司祭を尋問すべきだったな。おお、じゃあ次にあの殺人クソデカロボット司祭に会ったらぐるぐる巻きにして問い詰めようぜ。ロープ持ってるか。ねえよ。ではお前の案は。これでいけるようになったか。ロケットなんでそんなところに登ってるんだ。どうにかしてこのサーバーに入り込めねえもんかな。そのつもりだったんじゃないの。万一ネクサスがつけっぱなしだったらラッキーって腹だったけど、そう甘かねえよな。あそこのパネル隅っこの方が空いてるよ。きっとあれが出口だね。完璧だ。じゃあこのふわふわ浮いてるサーバーを飛び移っていけばいいわけだ。もちろん安全だよな。無限に近いデータが詰まってるんだぜ。俺たちのちっぽけな体くらいしばらくなら支えられるだろう。なあ、俺のだった。こっから行くのか。まあ、お前も余裕だよ。ああ、なるほどね。で、またピーターお得意のリーダーは先頭に立たないってやつ。思えばネズミがガラスを割らなければこんな手間を避けられた。さすがにロケットのせいじゃないでしょ。奴が慌てて駆け出したのがとどめだった。そもそもてめえの図体のせいでヒビ入ったんだろ。グルート、そういえばコスモとはつながった。私はグルート。いや、まだだとよ。ブリッジならちょっとは電波良くなるんじゃないか。そういうもんじゃねえと思うけどな。よし、ここが指令センターだな。あれがネクサスの制御ターミナルってことだね。苦労して来た甲斐があるといいな。一番乗りは譲ってやるよ、クイル。どうした？なんかあるか？ブービートラップを警戒してるんだよ。ああ、そういうことか。おい、調べたがってんのはクイルなんだから真っ先に見たいかと思ってよ。ん？おほ、やった。こりゃまた立派なおひげだ。新たなパスコード。コレルの ID ナンバーは0001か。どうしてあいつが一番なんだ。戦争の後ワールドマインドが一回全部リセットしたんだよ。何グズグズしてるのピーター。ああ、うん、ちょっと心の準備がさ。ピータークイルはなぜネクサスにアクセスしないんだ。あれ、誰だろうこの人。幽霊が怖いんだろ。嘘だな。どうもグルート。最高なんだとさ。クイルは親父の責任ってやつにブルってんのかってグルートが言ってるぜ。間違いないね。その通りだ。違う。みんなしてなんだよ。ポルエト。犬に次ぐ0666。ただの個人的なメモ。どうだろう。ちょっとロケットがやったらいいんじゃない。一応メモっとこっか。普通のコンピューターならともかくネクサスに指紋残すのはな。1969。よし、オッケー。二人の死亡が確定しちまうか。ああ、そうかもな。
犬に次ぐネクサスの元へ到着したが、ピーター・クイルがアクセスを渋っている渋ってるわけではない、調べてる。暗証番号を求められたりするかな。ありそう。実際にアクセスすりゃわかるだろう。パスコード発行、2人の死亡が確定しちまうか。まあそうかもな。犬に次ぐネクサスの元へ到着したが、ピーター・クイルがアクセスを渋っている。なんでいくつか調べれるんだろうね、植物を。ちょっともうロケットがやったらいいんじゃない。何に使うんだ。大したことじゃねえよ。ノバは無駄な手続きが大好きだからな。トイレにもいちいちカードで入るんじゃねえ。私はいや、どこがいいアイデアなんだよ。ションベンなんざ好きな時に好きなところでさせろってんだ。やはり奴はモンスター。私はグルート。二人の死亡が確定しちまうか。まあそうかもな。ロックされてるな。ああ一応。でも右に表示されてるね。ニッキーはコレルには内緒に従ってた。ガキのカードでネクサスのロックを解除できるわけない。入れた。マジかよ。よし、行けたぞ。押してないけどね今。犯罪記録に進め、選べるな。俺のファイルを見たい。